後ろ山連峰は、日田山脈の内黒部川の東側に連なる山群。黒部川を隔てて、立山連峰と対峙している。後ろ山連峰の山領に沿って、富山県と新潟県の県境、及び富山県と長野県の県境が設けられている。その最高峰は、標高2932メートルの白馬岳である。山の上部は、 森林限界の鉱山帯でハイマツなど、鉱山植物の群生地があり、雷鳥の生息地となっている。後立山連峰の北端は、旧北陸道最大の難所とされた親淵の断崖となって、日本海に落ち込んでいる。南端は、諸説あるが、一般的にはハリノキ岳と、連科学の間のハリノキ峠とされている。その先で、裏銀座へと両線が連なる。東側が、 ホッサマグナの大断層の急峻な地形で、西側は緩やかな斜面である非対称産業となっている。東斜面には白馬を雪景や梁の木設計などの万年雪となる谷部がある。五立山という名称は、立山の背後にあることを意味するもので、越中国側から見ての故障である。越中の古文献に五立山という山名があり、これは今の鹿島や利ヶ岳であるとされている。 立山は古来より信仰対象とされていたが、それに比べると、後ろ立山連峰の山は宗教色が薄い。1584年、笹成政が積雪期に梁の木峠を越えた記録がある。1640年以後に加賀藩による奥山周りの記録がある。1880年には、後ろ立山連峰を横断する。 有料道路が開通したが、2年のシーズンのみ営業を廃止した。1934年12月4日に、長津川山の北側の特別天然記念物、白馬岳連山高山植物体から、南部の山域が中部山岳国立公園に指定された。親淵から、張の木峠までの主猟線には、ほぼ、おねずたいに登山道が整備されている。親淵から、 朝日岳までの北部の登山道は、津賀海新道と名付けられている。各要所には、山小屋や避難小屋が整備され、白馬岳山頂直下にある、白馬山荘は、日本最大規模の収容能力があり、多くの登山者が訪れる。親淵上空近辺より見る後ろ盾山連峰、黒部川源流部右へ、鹿島槍ヶ岳のある山寮が、後ろ盾山連峰山脈を貫く。 唯一のトンネルは関西電力が黒部ダムを建設する際に掘削した関電トンネルである。現在は立山黒部アルペンルートの観光用の関電トンネルトロリーバスの専用道となっている。山脈の西及び東側には以下の源流となる河川があり、分水嶺となっている。これらの河川は全て日本海へ流れる。日本海側の豪雪地帯の地域があり、 長野県側の東斜面には以下の多くのスキー場がある。山腹には以下の温泉がある。ありがとうございます。